大洗磯崎神社、これらの口コミは本当なのでしょうか。7月5日午前3時50分頃です。大洗公園、ここから徒歩で5分ほどのところにあの有名な大洗磯崎神社の神磯があります。ここなら無料で車を止めることができますよ。神社の駐車場ももちろんありますが、この階段を上り下りするのが大変なんですよね。階段を使うのが難しい場合は、大洗公園の駐車場に車を止めて徒歩で上磯に向かうのも一つの手かもしれません。さて、今週の茨城神社旅ですが、茨城県大洗町に鎮座する大洗磯崎神社に参拝したいと思います。大洗磯崎神社は以前こちらの茨城神社旅でも動画でご紹介させていただいたことがありました。茨城の有名な神社の一つでありますので、大手旅行サイトの口コミには様々なことが書かれていました。今回はその中からこの3つをピックアップしました。今回はこれらの口コミが本当なのか確かめたいと思います。さて、こんな時間にこちらに来ることなんてめったにありませんが、なんだか街灯が灯ってて神秘的に見えますね。人っ子一人いませんね。周囲にはさまざまな飲食店や美術館が立ち並んでいました。コンクリートでできた白い鳥居がとても目立ちます。普段は人でにぎわっている大洗磯崎神社ですが、この時間は静かです。それでは一つ目の口コミ、階段から見上げた風景はどのようなものなんでしょうか。まるで天空にそびえ立つ神殿に向かう階段のように思えてしまうのは私だけでしょうか。これ登るとなると確かに辛そうですよね。階段を登るのが辛いという口コミがありますが、登ってみると91段ありました。下から上まで登り終えるまで私の足だと2分かかってしまいました。私は運動神経があまりいい方ではないので、参考になるかどうかは分かりませんが、これは足腰を鍛えるにはとてもいいかもしれませんよ。口コミにもあったのですが、本当に歴史を感じさせる趣のある狛犬がいると、私はなんだかこの狛犬にとても惹かれてしまいました。周りに石が積まれているのは何かのおまじないなのでしょうかね。こちらにもこんなにたくさんの石が。さて、せっかくこの時間にこちらに来たのだから、ぜひ見ておきたいのが上磯から見る日の出ですよね。この日は晴れだったのですが、地平線のところは雲がありました。漁船のようなものがたくさんありました。夜の漁をしてるんですかね。ちょっと雲があってあまりよくは見えませんね。でもやっぱりこういう風に見てみると神々しい感じがします。これで波が荒かったらもっとすごいでしょうね。さあ、一番多かった口コミです。朝の境内はとても清々しいという口コミ。朝の5時頃ですが、もう参拝する方がいらっしゃいますね。しかし、日中に比べれば全然人がいないので、なんだか神社を独り占めした気分になれます。夏になると、手水舎の水がとても涼しげに感じますね。大洗磯崎神社の随神門。よく見ると細かい彫刻が施されています。こちらの神社の御祭神に関係が深いウサギや動物などが彫られています。口コミにもありましたが、こちらの大黒様の像に癒されたという方もいらっしゃいますね。もう満面の笑顔ですね。2体並んでる姿がなんだか愛らしいですね。随神門をくぐれば拝殿が見えてきます。本殿、拝殿、随神門は水戸藩2代藩主徳川光圀公の命で造営を始めたそうです。西暦1730年に竣工しています。朝日に照らされている姿が美しい。口コミの通りでした。本当にすがすがしい気分になってまいりました。実はこの撮影の日は寝てなかったので本当に眠かったんですが、ここに来ると眠気が吹き飛んでしまいました。ちなみにこの撮影が終わった後は家でぐっすり寝ました。さて、こちらの神社のご由緒やお祭りされている神様は前の動画で説明しておりますが、おさらいするとこちらに祀られている神様は大黒様とも言われる大名持の御事、そして一寸法師のモデルとなった宿儺彦名の御事です。その二神が先ほどあった上磯に西暦856年にご降臨なされたのです。そう、上磯は神様が降り立ったところだったのです。大名持の御事と宿儺彦名の御事は2人力を合わせて天下を経営し、まじないや医薬などの道を教えたそうです。そのことから医薬の神様と呼ばれるようになりました。こちらが大洗磯崎神社のご本殿です。今は珍しいかやぶきの屋根です。かやぶきのご本殿は確かになかなか見ることはありませんよね。こうして見てみると美しいです。朝日に照らされた姿がまたいいですね。自然と共生している鳥居がありました。口コミに書いてあったことはやっぱり本当でしたね。階段からの風景はとても良かったけど、登るのは辛かったですね。朝の大洗磯崎神社の境内は本当に清々しい空気に包まれておりました。人気スポットなので昼間は本当にたくさんの人がいらっしゃるのですが、この時間帯は本当に静かです。早朝の参拝、私はおすすめしますね。神様が降り立った地に鎮座する大洗磯崎神社、口コミを見てみるととても面白いことが書いてありました。皆さんも海の見える神社、大洗磯前神社を直に体験してみてはいかがでしょうか。ぜひ茨城神社旅の概要欄をご覧ください。スマホからですとタイトルをクリックするとこのように概要欄が表示されます。こちらの URL をクリックすると茨城神社旅のコミュニティを見ることができます。撮影の舞台裏や当番組をより良くするためのアンケートなどを実施しております。皆様からご意見、ご感想をいただくと本当に助かります。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。今回の動画いかがでしたでしょうか？最後に神社の基本情報です。住所は大洗町磯浜町689。トイレは駐車場脇にあります。御朱印は御朱印帳に直書きしていただけます。無料の駐車場ありです。それでは皆さん、来週金曜日20時にお会いしましょう。